アイドルグループ乃木坂46が5月11日12日の2日間、東京ドーム乃木坂46山下美月卒業コンサートを開催。2日目のアンコールでは、4期生の柿春香が山下への思いを涙ながらに語った。加入前から山下のファンだったというガキは、こんな時が来るとは思ってなくて、 ちょっとふわふわしているんですけど、まずは卒業おめでとうございます。水木さんは私があまりアイドルに興味がなかった頃、その時にできた初めての推しで、携帯のホーム画面とかラインのアイコンとか、画像フォルダーも水木さんの写真でいっぱいで、いつも見て癒されていて、それぐらい大好きで、憧れでした、とまっすぐ山下を見つめる。 そんなキラキラ輝いてる水木さんに憧れてオーディションを受けたことがきっかけで、私は今ここにいて、笑って泣いて素敵な経験をたくさんさせていただけて、大切な仲間もできて、優しい人たちに囲まれて、今すごくもったいないくらい幸せだなって思うのは、本当に水木さんのおかげです。アイドルになってくださって、あの時、 目の前が真っ暗かもしれないって思っていた私の希望になってくれてありがとうございましたとアイドルとしての山下に救われたことを語った続けて忙しい中でもいっぱいご飯とか誘ってくださっていっぱいお話聞いてくださってすごい思い出もいっぱいあって全部楽しい思い出がいっぱいなんですけどちょっと一つ後悔してることがあってと切り出し 水木さんの卒業を聞いたとき、ちょっとだけ私が頑張り方がわからなくなっていて、その後に二人でお話したときに、水木さんは泣いている私をすごい褒めてくださって。その後に、私はグループから卒業するけど、乃木坂頑張れそうって隣で優しく聞いてくださった言葉に対して、はいって頷けなくて。 任せてくださいって、あの次元へなかったことを今日までずっと後悔してて。本当に最後まで頼りなくて、心配ばっかりかける後輩でごめんなさい。でも、やっぱり水木さんみたいな人になりたいので、水木さんがいっぱい私に伝えてくれて、褒めてくれた唯一無二のところを持って、自分なりにこれからいっぱい頑張るので。 卒業してもずっと見守っていてください。本当に今までありがとうございました、と号泣しながら感謝を伝えた。そんな思いを受け取った山下は、そんなに頑張らなくていいんだよ、と優しく語りかける。すごく頑張っていて頼りになるし、それは何よりもスタッフさんとかメンバーのみんながわかってるから、自分だけで抱え込もうとか考えないで。 ガキのいいところは私が一番知ってるんだから。自分ではいいところに気づけないと思うんだけど、ガキは本当に素敵な人だから。そのままでずっと変わらずに、乃木坂をこれからもよろしくね、と最後のメッセージ。ガキは笑顔で、はい、と決意のこもった力強い返事でいられていた。 韓国の5人組グループエルイースセラフィムが11.1仏日の両日、ソウルの3室室内体育館でファンミーティング、エルイースセラフィムファンミーティング一重引用フフィアナダ一重引用フ 2024S、S ソウルを開催し、約3時間にわたってフィアナット、ピオナエルイースセラフィムファンと交流した。今回のファンミーティングは、 エルイス・セラフィムがヒーローに変身し、フィアナットが望むことをすべて叶えるというコンセプト。メンバーのキム・チャエワン、サクラ、ハ・ユンジン、カズハ、ホン・ユン・チェは、悩み相談やクイズコーナーなどを通じてファンと触れ合った。スマートのパフォーマンスでファンミーティングをスタートさせると、アン・フォー・ギブン・フィート、ナイル・ロジャース・イージー、 パーフェクトナイト、イブ、サイケ、アンドザ・ブルーベアードズ・ワイフ、といったヒット曲をはじめ、ロックバージョンのアレンジで会場を盛り上げたノー・チェレスチャル、カズハがバレエのソロパフォーマンスを披露した、スワン・ソング、未発売り曲、1800、ホット・エヌ・ファンなど全9曲を披露した。さらに、 カズハはミスエーのバッドガールグッドガールのダンスカバーで大きな歓声を浴び、本ユンチェはエクソのグロール、桜はリーズのゲットエイギターのカバーステージで新たな一面も。ハユンジンとキムチャエワンは、ハユンジンの自作曲、レイズ・ワイ・アンダーライン・アワグラスを歌唱し、ファンを魅了した。日替わりのパートでは、初日に、ビトィーン・ユー、 ミーザ・ランポスト2日目に We Got So Much を披露メンバーたちが作詞に参加したファンソング2曲を思いを込めて披露したアンコールステージを終えたエルイース・セラフィムは2日間フィアナットと一緒にいながらこの時間を思い切り楽しむことができましたフィアナットのおかげでもう一度前に進む力をもらいました 皆さんの姿を見ながら勇気をもらいました。私たちも皆さんにとって少しでも力になる存在であることを願います。とメッセージ。今月2日にデビュー2周年を迎え、より良い姿をフィアナットにお見せできるように常に最善を尽くします。と約束。いつも私たちを信じてそばにいてくれてありがとうとファンへの深い愛情を伝えた。 ソウルでのファンミーティングを終えたレセラフィムは、6月に日本で初となるファンミーティング、L.E. スセラフィムファンミーティング一重引用フフィアナダ一重引用フ 2024SS ジャパンを開催。兵庫、6月29.30日愛知、7月6.7日神奈川、7月13から15日福岡、 7月30.31日の4都市で全9公演を開催する。乃木坂46山下瑞希卒業コンサートが11.12日に東京ドームで開催され、2日間で10万人を動員した。2日目となる12日には、坂道グループと AKB グループの選抜メンバーで構成された坂道 AKB の 第3弾曲で山下がセンターを務めた初恋ドアを5年越しに初披露した。初恋ドアは AKB48、乃木坂46、欅坂46、現桜坂46、日向坂46から選抜された次世代メンバーによるユニット、坂道 AKB として2019年に発表された楽曲。 1> 第1弾、誰のことを一番愛してる ?17 年3月発売、第2弾、国境のない時代、18年3月発売に続く楽曲として、差し払りのの卒業シングルであり、AKB48 の55枚目シングル、ジワルデイズ、2019年発売に収録された。ユニットブロックでは、山下が、 絶対セットリストに入れたい楽曲があると言い,い、自分がセンターをやらせていただいたにもかかわらず、ミュージックビデオ撮影の当日の朝に振り入れをし、撮影をしてから、それ以降一度も踊ったことがない幻の楽曲がありまして、と紹介した。その当時未熟だった自分をすごい思い出して、今の乃木坂でこれからもっと、 より今井上に輝いてほしいなっていうメンバーを私がこう選ばせていただいて、ユニット曲として披露させていただきます、と思いを明かし、黒見春か佐藤理香、林るな松尾美優、弓木奈緒と共に楽曲を披露した。最初で最後となる坂道 AKB の山下センター曲に会場にはどよめき、SNS ではびっくりした。 思わず叫んだ、初めて聞けて本当に良かった、など多くの反響が寄せられ、X のトレンド入りも果たした。韓国の YG エンターテインメントが、ブラックピンク以来7年ぶりに世に送り出したガールズグループ、ベイビューモンスター、ベイビーモンスターが11.1、普通日の両日、東京、有明アリーナで初来日公演となるファーストファンミーティング。 ベイビューモンスタープレゼンツ、CU ーーゼアを開催した。本公演が世界初のファンミーティングともなり、2日間で2万6000人を熱狂させた。モンスターズ、イントロのサウンドとともに、ルカ、パリタ、アサ、アヒョン、ラミ、ローラ、チキータのシルエットが浮かび上がると、悲鳴に似た歓声が飛び交う。 ブラックのクールな衣装に身を包んだベイビューモンスターは、7人完全体での公式デビュー曲シーシュからスタートし、全員がハンドマイクで高い歌唱力で圧倒。アヒョンは高音のロングトーンを響かせると、東京、Are you ready? と煽った。カリスマ性あふれるパフォーマンスから一転、トークでは親しみやすいムード全開のギャップで魅了。 日本出身の朝は初めてのファンミーティングで今すごく緊張しています。一生懸命準備したので一緒に楽しい思い出を作っていきましょうと思いを伝えた。続いてチャーリープースが楽曲制作に参加したライクザットを初披露。7人はしなやかなダンスにセクシーさも交えて観客を引きつけた。さらに 7人がベイビューモンスターとなる前のデビューリアリティプロジェクトラストエバリュエーション内でグループダンスミッションとして披露した 2NE1 マッシュアップをパフォーマンス事務所の先輩アーティストに n e 1の IAM ザベストファイヤーキャン一住引用 FT Nobody ーーをマッシュアップした楽曲でメンバーは強烈なビートに乗せ ダイナミックなシンクロダンスを披露した。曲中で見事なハイキックを決めたラミは、皆さんが気に入ってくれた舞台だったので、特別に準備しました、と伝え、パリタはラストエバリュエーションで準備したステージを皆さんに直接お見せすることができて、とても幸せでした、と喜んだ。さらに、昨年11月にリリースされたデビュー曲、 バターアップを日本語バージョンで初披露し観客を驚かせる。ルカはラップのバイブスを上げてライブならではの高揚感を生み出した。映像を挟み真っ白な爽やかな衣装にチェンジして再登場したメンバーは事前に観客から寄せられた質問に答えていく。日本の好きなキャラクターを教えてと聞かれチキータは実は 朝さんのように黒みが好きです。と回答。ラミはバターアップの好きなパートを教えてください。という質問にルカさんのラップパート。と答え、ルカの高速ラップを即興で披露して沸かせた。本編最後のパートを前にメンバーは一人ずつ挨拶。アヒョンは今日くてくださった方々ありがとうございます。 時間があっという間に過ぎてしまったような気がします。皆さんが集中してステージを見てくださり、感動しました。本当に皆さん愛しています、と伝え、温かい拍手が送られた。ローラは一緒に楽しんでくださり、ありがとうございます。東京でのファンミーティングを無事に終えることができて嬉しいです、と喜んだ。 7人はスタンドマイクを前に圧巻の歌唱力を披露。昨年5月に公開されたプレデビュー曲 Dream を練習生時代の映像や写真を背に歌って感動を誘う。ピアノの優しい旋律に乗せた Stack in ミドルは7人がアイコンタクトをしながら繊細に表現。そして、 ラストエバリュエーションのグループボーカルミッション曲だった s c a r s to You r Beautiful 原曲アレッシアカーラーではメンバーが肩を組み全員がメインボーカル級の歌声で重厚なハーモニーを響かせた。成り止まぬアンコールに依れて再登場したベイビ y m o n s t は T シャツやキャップなどイベントグッズを身につけスタックインザミドルリミックスを披露。 バラード調の原曲とは打って変わって、ダンスも交えて笑顔あふれるステージに。歌い終えたメンバーが振り返ると、観客はサプライズで、これからもいろんな景色を一緒に、と書かれたスローガンを掲げ、7人は会場を見渡して感激した。エンディングでは、バターアップのリミックスバージョンを初披露。 4つ打ちのビートに乗せてメンバーが跳ね回り、観客も一緒になって飛び跳ねて大盛り上がりとなった。観客の熱気は冷めやらず、ダブルアンコールに突入すると、C 種のロックバージョンでフィナーレ。日本を皮切りにスタートしたファンミーティングは今後、ジャカルタ、シンガポール、台北、バンコクでも行われる。5人組グループ A へ。 グループの初の単独ドキュメンタリーシリーズ、ボーダーレス、A、へ。グループデビューまでの奇跡が、CD デビュー前日の14日からネットフリックスで独占配信される。同シリーズでは、5人の歩みを軸にメンバーの試行錯誤と成長を描くほか、数々の未公開映像を紹介。メンバーそれぞれのロングインタビューでは、 これまで語られてこなかった本人たちだけが知るエピソードが次々と明かされる。エピソード1では、ステップバイステップと題し、エイエグループの歴史を紹介する。密着取材が始まったのは2018年の秋。関西ジュニアは大阪の稽古場で日々を過ごしていた。その中にまさかどよしのり、 末沢誠也、草間リチャード啓太、小島健、佐野正也もいた。寄せ集めの状態でバンド活動を開始。ギター担当の正門は、新しいところを開拓したくて、もがいていた、と当時を回想する。ドラムを務める佐野は、関西ジュニアの公演のドラム担当が、本番の2週間前に辞めてしまったんです。 それで僕が大人10人くらいに呼び出されて、ドラム、やってくれるかと言われて。当時ほぼ未経験でしたが、やります、って答えました、という。この選択が佐野のアイドル人生を動かすことになる。一方、小島もある日突然キーボード担当を任命されたと言い、その裏話を明かす。また、 ボーカルの末沢は歌唱力に定評があったものの、仕事がほとんど来ない苦境を経験。あの頃は腐っていた時期もありました。楽しくないなってと語る。しかし、関西ジュニアを出て外部の舞台に挑むうちに末沢の考え方が変わっていく。そんな5人は、関西ジュニアのサポート役横山裕とお倉忠義。 スーパーエイトの指導のもと徐々に頭角を表すように。しかし、サックス担当のリチャードはアイドルの夢を諦めようとしていた。当時、家庭の事情で働かないといけなくなって、掛け持ちで3つくらいバイトしていて、横山くんにも事務所もう辞めますって伝えて、そしたらと横山から言われて、 改めて気づいたことを語る。そして、2019年、A、ええ、へ。グループが結成。当時の映像には、メンバーの浮い踊りシ身姿が収められている。デビューまでの5年分の歩みを振り返る。エピソード2、15日配信では、律儀と純情と題し、正門が貫く真摯な姿勢と、 小島が希望を見出した笑いの道を描き出す。2024年春、A へ。グループは、同じ関西ジュニア出身なには男子のメンバーたちを前にして念願の CD デビューを伝えた。デビューシングル、A ビギニングのレコーディングが始まった。メンバーのうち、特に試行錯誤していたのは正門。 西畑大吾、何は男子や長瀬連キングプリンスは、同じ日に事務所に入った同期に当たる。正門は周囲に対して礼儀正しく、いつも謙虚で律儀。密着取材5年分の映像には、関西ジュニアの中でも際立って真面目な性格の姿がたびたび記録されていた。当時のインタビューで、僕たちの場合、 アイドルの割にはとか、そういったフィルターを通して印象が決まってしまうこともあると思うんです。だからこそ自分は、しっかりとプロ並みの何かを持っていたい、と語っていた。そんな彼が挑んだソロライブや、数々の仕事現場を追っていく。自らアイドルを志して芸能界に入った正門とは対照的に、小島は家族の勧めで事務所入り。 ダンスは当時未経験で、アイドルへの憧れはなく、普通の学校生活を送りたい、と泣きながら反抗していました。嫌や,や、って。自分の武器は何もないし、その頃はデビューしたいわけでもなかったし、と振り返る。その中で小島が見つけた自分の可能性が笑いだ。2018年の映像とともに、 小島がコント制作に目覚めていく姿を紹介する。関西ジュニアの仲間たちをはじめ、横山や大倉を爆笑させた小島の世界観とは、まだ何者でもなかったエイグループが集まり、バンド、笑い、俳優、アイドルと、ボーダレスな世界観を自分たちで作り上げた。ほんまに、 俺らはわけわから返連中の集まりなんですよ。だからこそ、良いものにしようと団結できている気はしますね、と小島が表現する A へ。グループの知られざる裏側に迫る。番組のナレーションは西畑が担当する。エピソード3は22日、エピソード4は29日。 エピソード5は6月5日に配信される。7人組グローバルグループエンハイプンが13日、HYBE オリジナルストーリー、ダークムーン、黒の月とコラボレーションしたスペシャルアルバムメモラビリアを発売する。日本発売は24日。これに先駆け、最後のソロコンセプトフォト及びタイトル曲、 フェイタルトラブルのミュージックビデオ MV ティザーが12日まで公開された。コンセプトフォトではバンフィールドの子供たちバイダークムーンに登場する1967年のバンパイア少年たちを表現。秘密活動を行うために密室に集まったスパイという設定でブラインドを使用した演出で鋭い視線を向ける。メンバーは アンティークな空間でクラシックモダンなスーツを着用し、1967年に戻ったような雰囲気を醸し出す。さらに、懐中時計、革手袋、トレンチコートといったアイテムでレトロな趣向を活かしている。MV ティザー映像は、客席がガランとした汽車の中を照らすシーンから始まる。走る汽車の窓の外には、 ダークムーン、黒の月、シリーズの背景になった風景が通り過ぎる。また、タイトル曲、フェイタルトラブルの音源の一部も公開され、切ないメロディーとエンハイプンのボーカルハーモニーの調和で期待感を高める。今日13日発売のメモラビリアは、エンハイプンとダークムーン、シリーズの両方を貫くテーマである、運命的な愛。 ヴァンパイアとしての存在的な悩み、などを音楽で表現。タイトル曲、フェイタルトラブルをはじめ、ワ n e in A ビリオンクリミナルラブスクリーム、ユニット曲、ティース・ルシファーの計6曲が収録される。タイトル曲、フェイタルトラブル MV は、今日13日午後6時に YouTube で公開される。